間で活躍する若手俳優の桜田光一さんです。きっとそれぞれやりたいことだったり、出してることへの目標だったり、それを維持するモチベーションがそれぞれだと思うので、僕も結構、時にはわがままなことも言いつつ、でも周りの人の支えがなければ、ちょっと今までは取れなかったと思っているので、ただこういうその自分が、なんか演劇みたいなことを学校に通って教えていただいたりしたことはなかったので、この恵まれた学校の中をすごく自分の中で考えて生かしていって、感謝の気持ちを忘れずに頑張っていっていただいて、またいつかその自分も今日、出会った人たちと僕も共演したいなとすごく今思っているので、ぜひの日々も負けないで頑張ってほしいと思います。すごい本当に見れて、こんな機会が与えられてすごく良かったって本当にこれを世人抜きで思っていて、だから本当に自分が出て何を言っていいのか分からなくなるぐらいもう一回この舞台に立たれた皆様とお話がしていきたいと思うぐらい、じゃあちょっとお呼びしてもよろしいですか。作品を作っていろんな人に見てもらえて嬉しいっていうものはもう少し当たり前の気持ちというか、もうそれは絶対に書くことあるもので あって、そこから僕が最近何年か始めてから経って、その延長線で気づいたものは、結局こういう人と人が出会うもの、ほんと最後のラストのセリフもそうですけど、なんか人に出会えて、僕が今までなんか嫌なことがあってもいろいろ続けていたから、やめてたらきっと今日ここには立ってないし、会えてない吉田君には会えてないから、そういう意味では今がすごく僕は今日だったらやっててよかったって思った理由は、今日こうやってお会いできたことですし、きっと多分今日やった舞台はもしいつか皆様がプロになった時に出せない良さが絶対にあるんですよ。だからもう今日それを久々に見れたことがすごく嬉しくて、なんか自分はいろいろ経験したからそこに頼ってたなって思っちゃって、なんかもっとシンプルにもっともっと、もともと本来この仕事を続けていく行こうと思ったきっかけみたいなものって何なのかなってことが、なんか今日改めて僕も勉強になったので、すごいこれからのなんか作品に出ることに対して僕のモチベーションが上がったので、本当に今日はすごい貴重な一日になりました。やっぱ人のためだったりとか、今日もやっぱここに呼んでくださった人がいるから僕は今日ここに来れてると思うと、なんか僕を呼んでくださった人たちが、あ、なんか良かったな、この人を呼んでって思ってくれるためにはどうしたらいいんだろうと思って、僕は今ない知恵で必死に話してるんですよ。でもそれが今まさに原動力になってるので、夢みたいなものは意外と自分の中から生まれるものではなくて、関わった人だったりとか出会い、今日僕上でステージだったり、うちらくみたいな人に会って、あ、なんかこの子といつか東京で会えたらいいなと思ったことが一つの夢になったりしたので、なんか一つ大きな分かりやすいこうなりたいって夢を持つことも大事だけど、細かい夢を持つことでそれが原動力になって、一個一個進んでった結果気づいたら、なんかあ、たどり着いてるって思う日が来るのかなと思うと、なんか今も僕からこれですって言えることはまだないんですけど、ないことが僕の